はい、どうも、国重です。ということでね、ただいまビットコイン1065万円ということで、1000万円超えをね、キープしておりますということで、なぜね、ビットコインが歴史的にこう上昇しているのかっていうことがね、お分かりにならない方がたくさんいると思います。それは当然のことなんでね、経済学者、ノーベル賞をね、取った経済学者でさえね、ビットコインはチューリップだと、チューリップバブル、ね、人気があるから上がって、ね、それだけと、いうことを難しい経済理論を持ってさえしてもですね、ビットコインは価値がないと、ゼロになると言っているんですよ。だから難しいんですよ。経済学のですね、枠組みの中ではですね、ビットコインの価値はゼロということなんですよ。しかし、なぜビットコイン上がるのかっていうことを皆さんと共有していきたいなと思うんですよね。はい。これについてはですね、まず金がですね、なぜ、ね、価格が上がっているのかということを、まず金について調べる必要があるんですよね。金っていうのはですね、まだ4000年前とか6000年前から、ね、の歴史があるんですよ。価値があるということでね。4000年前で言うとですね、ツタンカーメン王なんかはですね、金を集めてたんですよ。ね。金を集めて。で、金を持ってない人は、石を運ぶとかね。そういうことしかできなかったんですよ。ね。なぜ人間だけがね、金を集めてるのかという、ちょっと不思議なことがあるんですよね。希少価値っていう面でね、やっぱり、ツタンカーメン王もね、そういう時代もね、4000年前、やっぱり金価値があると思ってたんでしょうね。思ってたんだと思いますよ。で、金を持ってる人はずっとお金持ちだったんですよ。でね、ローマ帝国もそうですよ。金を持ってるお金持ちと。ローマ帝国もね、2000年前のね、貨幣もあったんですけど、貨幣がね、暴落しちゃいまして、ローマの。みんな貧乏になって崩壊したんですけども、金を持ってた人助かったんですよ。金価値があるから。ね、ローマ帝国の通貨がね、暴落してもね、金を持ってた人助かったということなんですよ。そこからずっとね、価値があるんで、中世のね、ヨーロッパでずっと金価値がありましたと。だって価値がなかったことがないんですよ、金はね。で、ロシアでもね、ルーブルっていう通貨が、ね、暴落したんですよ。1日にして1000分の1になったんですけど、ね、金持ってた人は救われたんですよ。金がね。そういうことなんですよ。ずっと価値があるんでね、金。ね。希少価値と。面でですね。でね、中世の時代まで、金一択だったんですよ。金が絶対王者なんですよ。価値の絶対王者。そこでね、今から250年前ですよ。ぐらい前にね、紙幣っていうのも現れたんですよ。金を裏付けとする紙幣。つまり金本位制ですよね。そういうのが現れたんですよ。で、銀行とかっていうのも現れてきたし、で、金融システムというのがね、確立されていったんですよ。で、日本にも150年前ですよ。持ち込まれたのが、そういった金融システムをね。で、銀行なんかも150年前からですよ。渋沢栄一さんがね、そういう金融システムをね、日本に持ち込んだんですよ。150年前にね。そこですよ。その金融システムっていうのは何なのかと。ね。いわば、金を、の裏付けとして、紙幣
紙切れですよね。紙切れに価値を持たせるっていうところだったいうシステムなんですよ。で、貸した方が勝つと、借りたら負けるっていうシステムなんですよ、要は。貸したら勝つ。ね。借りたら負けるという。ただそんだけのシステムですよ。それを組み込まれて、ね、行ったから日本もね。だから、一部のお金持ちとね、多くの敗者を生んだんですよ。一部だけしか勝てない。まあ、お金を貸した人しか勝てないですから。ね、借りた人は負けるんですよ、大体。そういうことでね、組み込まれていって、まあ50年前ですよね。まあ50年前に金融本位制やめてたんですよ、アメリカが。ね、金本位制、まあ、金と裏付けなくてもね、ドルの発行量をね、無限に増やしますよ、ということでね、ドルの価値がどんどん下がっていったんです。それにつられて、まあ、円の価値も下がっていったということなんですよ。うん。だから相対的にね、金の価格上がってたんですよ。どんどん上がっていくと。で、未来も上がりますよ、ということでね、そういうことですよ。金。で、15年前ですよ。ようやく、金というものの対抗馬が出てきたんですよ。それがビットコイン。デジタルゴールドと言われるビットコインですよね。これが非常に、ね、歴史を変えるというか、今までビットコイン一択だったんですよ。4000年間。それが急にですね、金でもいいし、ビットコインでもいいですよと。価値のね、保存先と。希少価値としてのね、価値の保存先ですよ。どっちでもいいって言ったらですね、やっぱり、パフォーマンスで見るとやっぱビットコイン圧倒的ですから、ビットコインみんな買おうかなと思ってしまうんですよ。だからですね、ビットコインみんな離さずに持ってるわけですよ。歴史でまだ15年しか経ってないんですよね。金が4000年か歴史があるのに、ビットコイン15年しか経ってないの。まだこれからですよ。で、マイニングが2140年までやりますから、あと100年続くんですよ。ということでね、まあビットコインは、まあ何千年かのに一回のチャンスが来てるということなんですよ。まだ始まったばかりですよ。うん、ということでね、ちょっとここら辺にまでにさせてください。また、ね、なぜね、ビットコインが重要なのかっていうのをまたちょっとお話しさせていただきますね。今後、ね。はい。以上になります。